本日紹介するのはアナウンサーの塩地みすみさん。1982年生まれ、北海道出身。塩地みすみさんについては当チャンネルですでに紹介済みですが、情報も更新されているため改めて紹介させていただきます。塩地みすみさんは高校時代、北海道札幌北高等学校に通っており、その美貌と明るい性格でミス北高に選出されました。当時、そのルックスの高さゆえ、塩地みすみさんのファンクラブがあり、 校門の前で塩地すみさんの帰りを待つ男子生徒が駅までついてきてたそうで、高校時代からかなり注目される存在だったそうです。高校卒業後は小樽小科大学へ進学し、大学在学中の22歳の時には JR 北海道のキャンペーンガールを務めたこともあるそうです。2006年には秋田朝日放送へ入社し、報道番組のスーパージチャンネル秋田のキャスターや、朝だ、生です旅サラダなどのバラエティ番組にも数多く出演。 2011年にはクイズ番組の「アタック25」に出演し見事優勝を果たすなどいつもの明るい天然キャラとは違った知的な一面も見せ東北ナンバーワン女子アナと称されるほどの人気アナウンサーとなりました2014年からはフリーアナウンサーに転向し秋田朝日放送の情報番組に出演しつつ2016年には自身初となる写真集「ミスミ」を発売しました2017年にはアベマ t v のアベマワンミニッツニュースのキャスターを務め 日替わりの胸元全開衣装で全国の変態紳士の右手を検証炎にさせる一方2021年の39歳の時には4作目の写真集となる「ノクターン」を発売し衝撃のお尻丸出しのドチャシコヌード姿を披露しました2023年には6作目となる写真集「パール」を発売し41歳となった同年7月には「オフィスロマンス」を発売しましたまた塩地美澄さんは2019年に出演した有吉反省会にて 下着をつけていると肩こりがひどいため、普段はノーブラで過ごしていることを告白しています。さらにその番組ではニップレスもつけるのを忘れたと告白しており、塩地みすみさんの出演している番組ではとんでもないラッキースケベを拝むことができるかもしれませんので、彼女が番組に出演している際には必ず右手を定位置にセットしておきましょうね。これから塩地みすみさんの一層の活躍を期待し、応援していきましょう。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは女優、 モデル、アイドルなどを紹介しています。よろしければチャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。